DJ 太郎がお届けです。J.WaveHello World。ここからはサイバーラボのお時間。えー、今週のサイバーラボはトイレットペーパー品評会をお届けしております。ね。まあ本当にあの大切な、ねえー、お尻、デリケートに優しく、えー、そんなトイレットペーパー。えー、非常にですね、流行に敏感なハロワだけに、えー、とってもですね、個性的なトイレットペーパー、毎日紹介しています。4日目となります、今夜の商品、その名も、 白断の香り今回は香りが特徴のトイレットペーパーなんですね、えー、ペーパーをかぐと素敵な、えー、白檀の香りが漂うということなんですけどね、えー、この白檀、えー、原産地はインドネシア古くから宗教儀式に使われ鎮静効果が高く瞑想したり集中する時に使うと良いとされています日本でも古くから貴族の間で親しまれてきました そんな白檀の香りが漂うこちらのソフトなトイレットペーパー今宵もお尻とピーピーが、えー、男子トイレの個室でこのトイレットペーパーの使い心地をレポートしてくれますどうなんのかなとりあえず行ってみようお尻ですピーピーです今日は白檀の香りってとっても匂いがいいものを紹介するわよちょっと嗅いでみていいかしら <laughs> あ<ー>あ。 なんか大きな香り香りっていうかほの方ね香りねそれ鳥香りをキンちゃんファミリーのわかりにくいごめんねピーピーじゃあちょっとこれあの拭いていいかしらじゃあちょっとお尻のお尻を拭くねはどうお尻も気持ちがいいし匂いがなんかこれ白旦の香りでしょ何、ね、かうん <laughs> あなんか実家の香りがするわ ちょうどお盆だから、あのお盆帰った。か、帰ってないわ。わ、私も帰ってないわ。その、あんまり親に見せる顔がないわ。私。私も。なんかブルーになってきたわね。流しましょう。香りの解説になってないじゃん。ただ今までやってきた曜日の中では、一番こうお後がよろしい感じになってましたけどね。必要だったんでしょうか。この。 素材まああの香りを嗅ぐだけでですね体にすっと、えー、溶け込む浸透性も特徴で厄払いや運気改善リラックスさせる効果が期待されているということなんですねその白檀の香りがするトイレットペーパー四国 特殊にて製造されています楽天市場などの通販また大手スーパーマーケットでも販売されていますよ4ロール420円、まあ、1ロールあたり100円ということで今週紹介した中では一番こうお値段的にも、えー、リーズナブルということですサイバーラボ明日もトイレットペーパー品評会をご紹介しますどうぞお楽しみに